はい、今日は徳ちゃんとレイラと一緒に公園に来ています。暑いです。暑い。レイラ、ちょっと水たまりねえからここ歩いて横断すっぺ。レイラこっちだよ。はい、うん、いくちゃんだ。ちょっと暑い。暑いけど公園めっちゃ綺麗だ。はい、ちょっと休憩。うちのトクちゃんあそこです。トク、レイラ、ちょっと座って。暑いからな。あ、おやつは誰かさんが盗み食いしたからねえよ。あー、はーい、盗み食いっていい子ちゃんがするものではないよな。なあ、おみじゅ、おみじゅ、はい、はい、あるよ、おみじゅ欲しい人。あ、とくちゃん、あ、水欲しい人。あ、いいなー。ちょっと芝めっちゃ綺麗だな。あー、すごい、この何落書き。そんな 1,2,3 いっぱい書いて何したいんだべこの写真。いいよいいよ、こういうの好きだよ。ちょっと何言ってるかわかんない、うん、でも書いちゃダメ。レイラ、元飲むがだよ。めっちゃ綺麗、芝買ったんだよなこれな。綺麗だな、綺麗だな。レイラ座れ、まず座ってください。お嬢さん、よし、いくちゃんだ。ちょっといこちゃん前から撮ろうかな。ね、待って。おー、いこちゃんだな。いこちゃんだね、レイラ。はい、四つ葉探しに行きましたよ、徳ちゃんは。ね、レイラ。はい、いい顔。もう一回笑って、はい。レイラ。レイラ。全然ダメじゃん。暑くて、はい、皆さんはこんな暑い中何をしていますか？ね、私と徳ちゃんとレイラが出かけた時はこうやって休める場所を探しているんですが、ダメ、ちょ、はい、こうなるからね、みんな注意してくださいよ。はい、水飲んだ後なんでね、ゆっくり歩いてくださいよ。知らないでくださいね、お姉さんね。早歩きは OK よ。はい、いくちゃん、暑い。はい、水が飲みたいです。この公園はね、私が保育園の時から利用している公園って言っていいのかな、ちょっといまいちわかんないけど、場所で、昔ね、こんなに綺麗に手入れされてたかって言われたら全然覚えていませんが、レイラと来るようになってからめちゃくちゃ綺麗だということに気づきました。何かあるたびにこの公園を利用しております。こっち、こっち来て。はい、
ねら。はい、でね、この公園の隣、あそこがプールなんですけど、前ね、まだうちの徳ちゃんの旦那様が、文夫さんが生きていた時に、あそこのプールにね、連れてってあげるよって言われながら行った先が、そのプールの前にちっちゃいね、ちっちゃい、あれなんだろう、水溜まってるプールっぽいものなんて言うんだろう、あの小学校の時とかにバタフライじゃないの、バタ足の練習するような感じの浅いプールみたいなのありましたよね。まあ、全部の学校にあったかどうかは分かんないけど、ああいうやつが外にあって、あそこがプールなんだって教えられて、そこでずーっと私泳がされてました。プールだと思ったし、本当にね、でも大人になってからあそこはプールじゃないんだっていうことに気づきましたっていうね、素敵な思い出があるプールね、素敵な貧乏時代って感じでいい思い出です。レイラいいな、こんな庭欲しいな、レイラー。おっと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 、レイラちゃん、かわいいなー、ほんとに幸せ毎日、レイラちゃん、レイラちゃん、リーラちゃん、リーラちゃん、魔法使いリーラちゃん、あー疲れちゃう疲れちゃう、休んでくだいなあ、水飲んでな、トクちゃんトクちゃん、ないな、はい、ということで私と徳ちゃんとレイラのゆったりとした休日の、公園散歩の模様でした。それではまた次回。See you!